こんにちは。予想図的にも完全に二強対決ムードなんですけれども、そう一筋縄ではいかないというふうに思っておりますので、えー、お話ししていきたいと思います。まず、現役最強版 f フォーリアの方からお話ししていきたいと思うんですけれども、ースーパーホースですよね。まあ、双方も素晴らしいです。綺麗な、大きなフットワークで、足場中長距離の本格派、正統派の差し馬、同じ距離の天皇賞秋で、コントレイルグランアレグリア任せてますからね。 もうチャンピオンです。で、この馬のすごいところが、東京コースで強い競馬するのは、まあ、ある意味、当たり前なところかもしれないんですけれども、さらにですね、有馬記念のようなコーナーが6つもあるような、えー、狭いコースでも圧倒してしまう。サスキ賞の時には、馬込みの内側をついて、スルッと抜けてきて、勝ってしまうと。器用な競馬もできてしまう。もう何でもできちゃう。スーパーホースと呼ぶしかない馬ですよね。 なのでもう私なんかはですね、天皇賞、秋、コントレール、グラナレグリア任せてしまった時には、ちょっとですね、正直頭抱えましたね。完全無欠の王者が誕生してしまったなと。これはエフフォーリア時代が到来してしまうなということで、アナ島としてはですね、この先どうしていこうかなっていう、まだ3歳なわけですから、まあ、この後現役、ね、1年2年続けますよね。この先 G1 全部買っちゃうんじゃないかなと。 ね、ディープインパクト時代の時にはですね、私のような穴とは苦渋を舐めましたからね、いや、それが続いてしまうのかなと思って頭抱えたんです。いや、このチャンネルもね、まあやっぱり穴予想を楽しんでもらうっていうのも一つの目的というか、売りにしてやってるものですから、これ店じまいしなきゃいけないんじゃないかな、ということで、行く末考えてみたんですよね。ジャパンカップ有馬記念勝れちゃうよな、宝塚記念勝れちゃうよな、っていうことは、まあね、結構覚悟したんですよ。 ただ、大阪杯だけは、あ、これは逆らえるんじゃないかっていう、あの、もうこの時から思ったんですよ。なので、今回だけはですね、逆らいたい。これ本当なんですよ。え、長期的な展望としてそれを持ってたんですね。あの、他はね、ちょっと無理かもしれない。え、なので、宝塚記念の時に、ですね、また難癖つけて、まあ、やっぱりなんか、 負けるんじゃないかみたいなことを言ってたら、メンバーシップの方とかいらっしゃいましたら、止めてほしいんですけれども、いや、大阪杯に関してはですね、あの、止めないでください。これは、あの、きちんとした冷静な分析のもとにですね、無理やり言ってるとかではなくて、あなたにチャンスあるレースだと思ってますので、説明したいと思います。結構長い説明になるかもしれないですけれども、もう一言で言ってしまったら、阪神2000メートルコース、これが、かなりトリッキーコースだと思うからです。まあ、有馬記念の中山2500とか、えー、中山2000とかも、 トリッキーと言われるかもしれないですけれども、このコースは、それに輪をかけて、えー、f エフフォーリアが今後走るレースの中では、一番トリッキーコースなんじゃないかなと思いますんで、こういうところは、大飛びの正当ハサシウマのエフフォーリアですから、取りこぼす可能性があるとしたら、ここじゃないかということです。で、いかに、トリッキーコースなのかということですけれども、中山、阪神2000ですね、ここをスタートして、こうやってぐるっと回ってくるコースですけれども、 私の感覚で言うと、抜きどころがない。まあ、モータースポーツとかで言う、言葉で言うと、オーバーテイクポイントがないっていう、モナコグランプリのコースとか、そう言われますかね。抜きどころがない。前へ行く馬を、その速い馬が外を回って、パスする。前、まあの馬をパスする、ポイントが見つけづらいコースだと思うんですよね。まあ、オーバーテイクポイントなんて言ったってですね、 ま、基本的に競馬なんていうのは、最後の直線ですよね。最後の直線で、サシウマがね、前を行く、ま、かわしておるっていうのが、あの、典型的なパターンなわけですけれども、ここがですね、350メートルですね。まあ、ここで全部面倒見れるよ、というふうに考えれば、ま、なんのことはないんですけれども、これが困ったことに、今の阪神の芝コースのトレンドっていうんですかね、もう基本的にずっと、打ち伸びなんですよね。 ババの内側が本当にいいんですよね、痛まないんですよね。去年も大阪杯当日はひどい雨で、まあ、ぐちゃぐちゃなババになりましたけど、まあ、そのレースでもね、結局逃げ切りだったんですけど、その前の日とかも、普通にあの内側がずっと伸びる、A コース最終週なんですけどもね、結構ですね、うちの馬が台頭するレースが続いてたんですよね。先週の阪神のババも、まあね、結構、あの、 ロバート・ソンキーが外からさせ、差し切れなかったりだとか、で、内をついたダンディズムが来てるとかですね。いやー、最後まで結構やっぱり内側良かったと思うんですよね。なので、この直線だけで面倒を見るっていうのがう、結構心配じゃないかと思うんですよ。飛びが小さくて、直線向いてから瞬時に加速して、スパッと癒し、使えるまであればいいですけれども、結構ね、大飛びのタイプだと、直線だけで全部っていうのは、ちょっと心配。で、そういうことになると、 それまでのどっかで、えー、追い上げてこなきゃいけないんですけど、まあその前が結構これ長いコーナーなんですよね。これ180度でもないですよね。えー、210度とか220度ぐらい結構あの大回りにコーナー回っていますよね。まあコーナーで追い上げられるようなそういう器用なまであればいいですけれども、まあ下り坂になっているカーブでこうあんまりスピード上げて えー、来ようとすると外に振られる、うー、距離ロスにつながったりもしますんで、えー、まあ、ここで追い上げられるかどうか。まあ、当然、フォーリアは、えー、こういうコースは、下り坂の3、4コーナーで外から追い上げるなんてことはやったことはありませんので、えー、ちょっとわからない。じゃあ、もっとその前に何とかいい,いい位置取りたいところです。でも、それはそれで結構難儀なんですよね。あの、スタートからのこの入りが結構忙しい。 えー、最初のコーナーまで300メートルぐらいあると思うんですが、スタートして100メートルぐらいでかなりの急坂を迎えます。まあ、これもうスタートして6秒ぐらいのものですよね。それですぐに急坂を迎える。そして、やっと登り切ったなと思ったらまた5秒6秒ぐらいですぐにコーナーに入ってしまうということで。なんかね、この辺りの作業が忙しいんですよね。まあ、こういうところで大飛びの馬が綺麗にストライドを伸ばす。 本来の走り。自分のリズムの良い,い走りをしながら、良、えー、い,い位置を取り切ってコーナーを迎えられるかっていうのは枠にもよるかとは思うんですけど、なかなか難しい作業だと思うんですよね。でこういうすぐに坂があるコースなんていうのも、当然初めてなわけです、えー。そこで加速できるかどうかっていうのはわからないで。そこでもし、ね、ちょっと後ろの位置になってしまったりすると、もうすぐコーナーなんで、ここで追い上げていくっていうのは、まあかなり良い,い。 こう小さいコーナーですので、えー、なかなか無理がある。そうすると、向こう上面しかないわけですよね。向こう上面で何とかするしかない。そういうコースだと思うんですよね。で、そう言われると、競馬ファンの方でやればすぐに思い浮かぶと思うんですが、あの、4年前にあったじゃないですか。スワーブリチャードがですね、向こう上面で全部、うこの300メートルぐらいでしょうかう。この間にこれ全部かわして、えー、3コーナー入り口でも先頭に立ってしまって、 で、そのまま押し切るというですね、まあ、超ロングスパートみたいなことをやりましたよね。あの、あれね、デムーロフッシュがなんかむちゃくちゃやってるんじゃないかみたいに、あの、一見見えますけれども、僕は結構ね、合理的で、いや、あれしかないよなという感じがしました。僕、確か違う馬の打鍵買勝てたと思うんですよね。あの、スワーブ・リチャードね、もう、いわゆる似たような大飛び刺し馬。まあ、大きなクリで言ったら大飛び刺し馬ですので、 このコースの攻略は相当難しいだろうなと思う。1コーナー入るときには締め締めと、しう最高峰の方になったから、これは、あの、いけるだろうなと思っていたら、ここで全部まくるというのをやられてしまって、その手があったかと、やられたなと思いました。いや、今回もだから、それあるかもしれないですよね。もし、1コーナー、2コーナーまでに、位置取りミスったら、同じようなことがあり得るかもしれないですね。ただ、これかなりレギュラーな競馬ですからね。スワーブリチャードの時はたまたまハマって、 だから良かったものの、今度同じことやってそれがハマるとはちょっと言い切れないですよね。そういう競馬なんてやったことないわけですから。で、スワーブリチャードの時は逃げていた馬が山勝ライデ連っていう全く人気のないちょっと弱い馬だったので、かわしたら、あの、最終的にはすぐに脱落したんで押し切ることができましたけれども、今度はね、相手ジャックドールですからね、うん、どういう競馬になるのかな、なすごいマッチレースになって面白そうな感じはしますけれども、まあ、いずれにしても、 まあ、あいろんなね、ちょっと柵を漏さなければいけないという難コースだと思うんですよね。言ってしまったらもうちょっとまともなコースではない。だってちょっと考えてみてほしいんですけど、まともなレース見たことありますまあ、いわゆる正統派の差し馬が直線で外から綺麗に刺してゴールインっていうレース見たことないですよ。あのないんですよね。あの、G1 に入ってからは少なくともない。デイパパではですね、まあ、行ってそのままでしたもんね。で、ラッキーライラック、打ちするですね。 えー、アルワイン、打ちするです。で、スワーブリチャードは、まあ、大まくり。で、北サンブラック、アンビシャスは、あの先行ちょい差しです。番手からのちょい差し。で、これもですね、アンビシャスってのも、なかなかびっくりなレースでした。えー、アンビシャスって、毎回、後方待機で、直線一気みたいなレースを繰り返してるまで,でしたから、アンビシャスが番手につけてると、もういう時点でかなりびっくりしたという、そういうことをやらなければいけないコースなんですよね。まあ、ラキシスは、まあ、かなりの、 道荒れだったと思いますね。絆ゴルフエーブルまで、あの、遡らないと、まあ、普通の王道な競馬っていうのはないですね。で、でもね、このあたりはですね、まあ、完全に天皇賞の前哨戦という位置づけの G2 だったんで、相手もですね、かなり弱かったりしたんですよね。この時、2着が東海パラダイスですからね、あんまり、あの、有名なまでもないですよね。まあ、そういう、レベルの時期だったりしたんで、 ちょっとやっぱりあの話は違うかなというふうに思います。ということで、とにかく、なかなか難儀なコースだとやるということが、あの、イメージ湧いていただけたでしょうか。でも、そんなね、抽象論だけでは、あの、納得がいかないという方のためにですね、私はもう普段やらない、あの、データと持ち出すと。これがなかなか、あの、すごいデータになっておりました。あれ、未帆所属の馬が大阪杯を勝ったことが、 多分あんまりないんじゃないかなっていうことであの思い当たったんですがなんか全然ないような気がするんですよねちょっとねあのターゲットとかをいじってみたところですね未穂所属の馬の、えー、阪神2000メートルコースも G1 とかに限らず全てなのでもうサンプルがもう相当多いんですねまあサンプルが多いとある程度あの価値のある意味のあるデータになるかなと単勝回収率15%と これはなかなかやばくないですかあの、すべての美穂から阪神2000に遠征して走った馬の単勝回数 15%, 15ですかこれなんか嘘かなとか思って見たんですけど、やっぱりどうやらそうみたいな。で、あとはですね、美穂所属の機種が阪神2000メートルに乗った時、 えー、これも過去5年分単焦回収率でいうと49%で一応あの関東所属でかつ関東のジョッキが乗った時っていうことで、えー、調べるとまあこれはサンプル50ぐらいしかなかったんですかねそれでもまあ2323% 23とかなんですよねいやこれ多分これは合ってると思うんであのもしあの怪しいと思われた方はあの検索してみてほしいんですけど、まあ、どうやら相当関東所属の人たちは あの、攻略に苦労してるんじゃないかなというのがですね、数字上も出ている。一元さんお断りコースといったところじゃないでしょうか。まあ当然、フフォーリアも走ったことがない。えそして、関西圏への初輸送ですからね。いや、これは1.4倍。いや、f フォーリアって聞いた瞬間に、もう、叶わないよなって思っちゃいますけれども、いや、なかなかいろんなことを乗り越えないといけない1.4倍だと思うんですよね。僕はやっぱり、 やっぱりちょっと逆らいたいというか、逆らうチャンスがあるとしたら今回しかないんじゃないかという感じで考えております。で、そうなるとですね、もうジャックドールで決まりじゃないかと、オーバーテイクポイントがないということになると、まあ、こういう強い逃げ馬が行ってスイスイ逃げ切りがちという考えに至りますよね。まあそういう可能性は十分に考えられると思います。ただ、この場の場合は、今度は単純に鼻切れるかどうかっていう。 問題が今回はあるじゃないですかアフリカンゴールドがいますのでですねアフリカンゴールドもですね前回逃げてあのハ、ー、マってますので是が非でも行きたいと思うんですよねまあそうするとまあ憧次第でアフリカンゴールドに花を奪われてしまって番手外になんていうことになると結構厳しい可能性あると思うんですよねまあジャック・ドール今伝承街道なんですけれどもなんだかんだで 結構楽に行かせてもらえてそのままっていう競馬がを繰り返しちゃってますからねこの時ですかね一勝クラス勝った時はあの番手からのレースにはなってるんですけれどもまあそんなに強い相手ではなかったですからねあの花聞いてたのがボンベールっていうあの全然人気のない馬をかわして楽に勝ってしまっていますし。 半身2000メートルも2度走って2着1着はしてるんですけれども、まあ、この時もですね、あの、逃げた馬が弱くて、もうちょっと、もう向こう序面あたりで、もすぐにズルズル交代して、ジャックドールが花に踊り出てしまうっていうような、かなり楽な展開に持ち込めていたり、その前なんかはですね、ちょっとあんまり強くない馬に、あのー、差し切られて負けちゃって、 足りもしてるんで、すよねでさっき言った私のあのレースの読みとかで言うと、まあ花切れてればまだあのいいですけれども、アフリカンゴールドのうん外追走してたりなんかすると、そこになんと早めに仕掛けたエフフォーリアが外から襲いかかってくるなんていうこともなくはない。両側から挟まれて苦しい競馬になったりするパターンも ななくはないと本当にエフフォーリアに早めに前に行かれてしまって追いかける形になったりする可能性だってある。まあそのためにはやっぱりとにかく1コーナーまでに花取り切っちゃってあの逃げ切るっていうのがまあ一番最善の策ではあるんですけれどもこれもかなりの大飛びの逃げ馬なんですよね。なのでもしかしたらこの阪神2戦の1コーナーまでの入り得意じゃないかもしれないんですよね。あの 過去に2度走った阪神2戦のレースでは、いずれも花取れてないんですよね。他の馬に行かれてしまっている。そう考えると、アフリカンゴールドの気迫に負けてしまうかもしれない。そうするとね、意外と、オリアな展開になるかもという感じがするので、そんなに今回狙いたいオッズかなというのは思ってしまうんですよね。いや前走強かった という評価がね、非常に高いですけれども、ちょっとね、やっぱり展開的には、ただもらいかなっていうようなレースだったと思うんですよね。湘南バルディがいかなかったですからね、もう楽に花取れてしまって、まあ、あとは逃げるだけで、まあ、すごい時計出たとはいえ、この日がですね、非常に最打ち回った馬が得をする開幕週で、相当時計も出る。逃げた馬には楽な、 ババだったと思うんですよね。なので、これで、あの、評価を上げてしまって、えぇ、オッツが下がってくると、私はあんまり、オッツには魅力感じないかなというふうに思っております。そこで、やっぱり狙いたくなるのが、レイパバレー。これを本命にしたいです。あの、やっぱり、イメージが湧きやすい、小さい回転のピッチ走法なので、1コーナーまでの入りが、あの、スムーズですよね。 去年なんかは出遅れてしまってるんですけど、もうそこからスッと二の足早く、坂スッと駆け上がって1コーナー入ってきましたよね。まあ、今回は、多分、川崎主の作戦から言うと、まあ、逃げることはないですよね。まあ、逃げなくてもいいと思うんですよね。今のレイパパレであれば。ただ、あの、ジャックドールだからアフリカンゴールドだかわからないですけれども、その直後は食れそう。スタートの速さから行って。で、私のイメージだと、 前にと行かせた直後のうち、ここでね、じーっと、あの、息を潜めていれば、まあ、その間何が起こるかわかりません。エフフォーリアが外から早めに進出するのか、あどうなのか、少なくとも直線ではジャックドールとエフフォーリアの叩き合い繰り広げられるでしょう。でもそこに、うちで、えー、密かに足を溜めていたレイパパレが割って入ってスパッと抜けてくると。これは、 典型パターンですよね。ラッキーライラックパターン。そしてアルアインパターンと言ってもいいです。2年連続して繰り返された大阪杯攻略のこれ典型パターンだと思うんですよね。まあラッキーライラックは、えー、ダノンキングリー、ー一番人気の場合逃げて、えー、外から次男坊とかクロノジェンシスですよね。これが襲いかかるところ、それをうちでじーっと見ていたラッキーライラックがスパッと、スルッと抜けてくるというパターン。 アルワイン全く同じですよね。エポカドードが逃げて、で、外から奇跡が競りかけるところを最内で、息を潜めていたアルワイン、スパッと抜けると。で、また、レイパパーレの奏法っていうのが、それに適したピッチ奏法で、瞬時に反応して、ペースアップして。まあ、糸井川特別なんかはそういったパターンの打ちで溜めての、スルッと抜けてくる勝ち方してますけれども、そのイメージが非常に湧きやすい。 で、まあ、もしかしたら、今の河田騎手だと、打ちを取らない可能性もありますよね。前走も外で折り合ってましたから。まあ、仮に、まあ、枠順的にも外に行ってしまったりとか、っていうことはあるかもしれないですけども、まあ、仮に外だったとしてもですね、少なくとも、エフフォーリアよりは、あの、一つでも前、一つでも打ち取れそうですからね。えー、それであれば、 十分対抗でできるんじゃないでしょうかさすがにですねエフフォーリアの後ろエフフォーリアの外からかわすっていうのは無茶だと思いますけれどもまあこのままのスタートセンスからして、えー、それはないでしょうからあそれであればあやれるんではないかでジャック・ドールとの比較で考えると私は前奏のこの内容なんかはレイ・パパレの方が強かったとさえ思っていますので これはね普通に逆転が可能なレベルではないかなと思っております。相当最内を回った馬が伸びる馬場でして、そこを外から追い上げて2馬身半差ですよね。で、この時の金量が56対56ですから、それがね、今回2キロ差に広がるので、普通に逆転の計算が成り立つと思うんですよね。まあ、やっぱりレイパパレ、本当、前走はびっくりしましたね。 強いなと。中京のあの馬場で外か外を回ってこのピッチ走法で刺してこれるとはちょっと思いませんでした。この距離も合ってる感じはしますよね。2200長かったですね、えー。距離も合ってますし、コース形態ぴったりですし、私の双法理論ってことで言いますとですね、圧倒的人気の2頭が、まあ、いずれも大飛びなタイプで、しかも、 まあ、大飛びタイプには、どちらかというと、向いていない、阪神芝2000で、えー、そこで、より適性が高い、ピッチ走法の馬。これを狙うと。こっちが大飛び、大飛び、小飛びですよね。この組み合わせだったら、もうとにかく、うこっち買うというのが、セオリー中のセオリーかなと。もう今のところ、心は一つです。レイパパで狙いたいなと。まあ、できればやっぱり、 内枠の方がイメージは湧きやすすいですけどねこれまさすがに16番とか引いて両方とも内枠とかだったりすると外からかわせるかなっていうのはちょっと心配になりますけれどもあとは初めての中2周ということでどういうテンションで臨めるかですよね前走は久しぶりに折り合ってこの馬らしいレースらしいというのかどうなのか 落ち着いたレースができておりましたが、落ち着いてレースに臨めれば、逆転のチャンスは十分じゃないかと思っております。やはり現段階では、レイパパで押したいなと、本命予定で考えております。えっ、ー、と、他にも、穴馬はいると思ってるんです。やっぱりね、阪神2000メートルは、人気馬に逆らいたいコースだと思います。なので、穴馬の動画も作りたいと思いますので、良ければ、チャンネル登録お願いいたします。あとは、今週は道割るとかはないと思うんですけれども、まあ、各馬の、 全場の総合採点とかそういうのをやって配信しておりますので動画概要欄の方チェックしていただけたら幸いです。メンバーシップでもあのいろんなレースの予想をしておりますので良ければご参加お願いいたします。長くなってしまいました。ありがとうございました。